してまいりました。シュンズ TV 第5回目でございます。ね。ありがとうございます。本日のゲストは、ジンくんでございます。ジンです。よろしくお願いします。彼はですね、僕が、まあ、中学校の頃、野球やってた時の、まあ、同じチームの、友達でございます。さて、今回はですね、まあ、真夏ですよ。夏だね。暑くなってきましたね。いい季節だね。いい季節です。ちなみに言っていいのかね、消防士。うん。ね、やってます。はい。彼は消防士を今やってまして、いろんな怖い話を持っています。そして、まあ私マジシャンとして、マジックやってるんですけども、マジックのドキドキと、怖い話のドキドキは、これ実は科学的にすごく似てるって言われてるんですよね。で、さらに、ホラーの、このハラハラドキドキ、これをいっぱい体感すると、ちょっと寿命が伸びるとも言われてるらしいんですよ。これマジな話です。これマジなやつです。やったね。さあ、今回の企画は、怪談話でございます。じゃあ順番に、はい、今日はですね、怪談話をお送りしていきたいと思いますので、招かれざる訪問者。これは僕が小学校の頃、まあ、少年野球をやってた時の話なんですけども、毎年他の少年野球と一緒に合同合宿っていうのがあったんですね。で、小学生ながらそれが毎年すごい楽しみだったんですよ。で、ある年、ちょっと今年はその合同合宿が中止になるかもしれないっていう情報が入ってきまして。まあ小学生ながら当然、ってなるわけですよ。なんで毎年楽しみにしてるのに、と。でも、なんやかんやで行われたんですよ。あ、よかった、今年も合同合宿あった、と思って。で、そこで他のチームと、こんにちは、でよろしくお願いします、で。で、森の方の奥にあるちょっと、なんかコテージというかバンガローみたいなところで、みんなで昼間はこうゲームして遊んだり、で、夜はカレー作って食べたり、キャンプファイヤーやったりっていう、そういう流れなんですけども、昼間、ちょっとみんなで、こう、外でみんなで楽しくゲームをやってる時に、なんか、パッと視線を感じて、パッと見たら、木と木の間に、一人の男の子が立ってて、ずーっとこっちを見てるんですよ。まあ、特に僕は不思議に思わずに、あ、相手チームの子かなーって思ったぐらいだったんですね。で、なんやかんやで夜になって、じゃあみんなでカレー作りましょうって時に、キッチンで僕が野菜をこう洗う担当だったんですよ。で、野菜をこう洗ってたら、キッチンの目の前が大きい窓ガラスがあるんですけど、その窓ガラスに、スーって、一人の男の子が歩いてったんですよ。それさっき見たどうやら男の子だなってこう僕パッと見て分かったんですけど、まあ普通にあこんなところ歩いてんだなって思ってたら後ろからうわー声が聞こえたんですよ。え、なになになにっつったら相手チームの子たちがみんなも顔真っ青にして、今絶対ちょっと仮の名前ですけど、あれ絶対勇気だよな、うん、あれ絶対勇気だった。いや、勇気だよ、勇気だよ。みんな見たよなって言うんですよ。で、僕が、え、なになに、どうしたの、どうしたの、え、同じチームの、チームメイトじゃないのって言ったら、いや、チームメイトなんだよと。ただ、あの子、勇気って言うんだけど、1ヶ月前、交通事故で死んでるんだよ。って言うんですよ。だから、中止になるならないの話が出てたらしく、で、僕も、いや、待てよと。明らかに今歩いてたし、普通に人としていたじゃんと、ガラッて窓を開けて、パッて覗いたら、下が崖で、どう考えても、そこ人が歩けるスペースがなかったんですよ。はい。はい。1個目の話でございました。いやー、怖かったよ。実際、うん、まあ俺は幽霊を見たとも思ってないけど、うん、まあよくよく聞いてやっぱ幽霊だったのかなっていう感じだね。でもそのゆうきくんってこう見たんでしょ。見た。
はっきり見た。何、特徴とかなかったの、その子の。うん、まあぶっちゃけはっきりは覚えてないんだけど、うん、一瞬だったし、うん、まあ強いて言うなら、うん、頭にこう白い三角形のやつはついてたよね。嘘つけよお前。あの世からの119。ついこの間消防署で起きた、怖い話なんですけれども、皆さん119万通報というものをしたことがあるでしょうか。119番通報すると消防署が出て、火事ですか救急ですかと聞きます。で、この会話のやり取りをしている間に、電話元の逆探知を行って、救急の場合は先に指令を出すっていうシステムなんですけれども、その日、夜ですね、雨が降ってて、で、まあ、1本の指令が消防署に入るわけです。とりあえず詳細はわからないけど、そこの場所に向かってくれと。その時に電話の相手なんですけれども、何も喋らない状態ということは、もしかしたら電話しながら意識を失ってるのかもしれないということで、急いで救急隊として向かいました。いざ行ってみると鍵は閉まってる。で、逆探知をした場所なのでよく分かってない。とりあえず近くまで行った時に、どこの家も空いてないっていう状況で、一室だけちょっと、なんかおかしくねえか、ここの部屋っていう部屋があったので、とりあえずそこにコンコンと、救急隊です、入りますね、開けますね言いながら、まあドアを開けたんですけど、まあそこには白骨化した死体が、殴られた方がいて、その場合警察も一緒に見てもらうんですけれども、まあ後々その電話は何だったのかっていう話になって、電話の回線、これ雨の日が降るとたまに入れ違い、違うとこの回線がこっちの回線につながってっていうことがよくあるらしくて、まあたまたま逆探知した場所が、そこのミイラがあった場所なんですけれども、じゃあこの電話、もしかしたら本当にその殴られた方からの見つけてほしいというメッセージだったのかもしれません。なるほどね、うん、いやいるね、確実に幽霊いるね。いるよ、こんなたまたまねえもんみたいなね、うん、なんかこれ聞いた話でさ、うん、あの119番、うん、通報ブユーってあって、うん、もしもしっつったら、なんかゴボ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 って言うんだってね、うん、もし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 ゴボゴボゴっつって、うん、で逆探知でね、うん、バー調べたら昔ダムに沈んだ村の電話番号だったの。いや、ていじゃん、それ。今はないんだよ。ガイドしちゃってんじゃん。ね。今ないんだよ、ビレッジが。ビレッジがね。そのビレッジがないんだよ。悪夢の収録。僕の友達で、まあ、モデルをやってる友達がいるんですけども、まあ、ちょっと実名出すとあれなんで、ちょっとじゃあ、まなみちゃんとしましょう。そのまなみちゃんが実際に体験した話なんですが、モデルの先輩の、これもちょっと仮の名前で、じゃあ、けいこ先輩っていう先輩がいました。二人は同じモデルの事務所で、ライバル同士でもあり、すごく仲のいい二人だったそうです。二人で、いつか絶対売れようねとか、絶対一緒の舞台立とうねとか、一緒にこう、切磋琢磨しながら、励まし合って一緒に仕事をしてたらしいんですけども、そんなある日、先輩の恵子先輩が交通事故で亡くなったそうなんですよ。で、その死に方っていうのもなかなかのグロい死に方で、車で走ってたら、対向車線からバーンって車が出てきて、そのまま弾き飛ばされて、その恵子先輩はこう、車と車に挟まれるような感じでちょうど
こんな感じで亡くなっちゃったらしいんですね。当然まなみちゃんは悲しみました。大事な大事な先輩の恵子先輩、一緒に表舞台に頑張って立とうねと誓い合ったその先輩が突然亡くなったわけですから、当然悲しんだわけです。そんなある日、恵子先輩がいつもレギュラーでやってたとある番組があったんですって。そこに急遽まなみちゃん出ないかって言われたらしいんですよ。まなみちゃんは考えました。だってそれは恵子先輩が思い入れのある大切な番組だったんですから。でもまなみちゃんは、恵子先輩ならきっと、まなみお前が代わりにやってくれと天国から言ってくれてることだろうと、そう思いまなみちゃんはその番組に出ることにしたんですって。ローカル番組なんですけども、普通に撮影が始まってまなみちゃんも出演して普通に番組が終わりました。でもその撮影中、まなみちゃんすっごい表情が硬かったんですって。後から番組関係者が、ちょっと今日表情硬かったじゃないですか、どうしたんですかって聞いたら、まなみちゃん言うんですって。恵子先輩がいたって。え？どこにどこに？まなみちゃん曰く、カメラマンが撮影してます。その横に恵子先輩がずーっと私のことを立って見てたんですって。そして番組が終わって、みんなで、お疲れ様でした！で拍手してる時、その恵子先輩一人でこうやって拍手してたんですって。それからというもの、まなみちゃんは体調を崩して入院をしました。そしてそのままモデル生活もやめたそうです。で、後に分かったことなんですけども、この逆手拍手、これの意味はすごく恨みのこもった意味で、早くこっちの世界に来いと、そういう意味だそうです。はい、ということでございます。はい、いやー怖いね。いやーね、怖い。いやだ、俺その拍手もらいたくない。もらいたくないよね。うん、スタンディングオベーションでもその拍手はいらない。いらないね。うん、スタンディングオベーションでこうやってやられてたら超怖いじゃん。無理だね。うん、とりあえず一旦座れって話だよね。幽霊より怖いもの。よく消防署には幽霊がいると言われるんですけれども、まあ消防士、救急救命隊という仕事は人の生死によく関わる仕事なので、まあよく消防署には何かしら幽霊がいるという言われてるんですけれども、これは自分の同期の話なんですけれども、まあその同期、夜車庫でタバコを吸ってたんですね。まあ、時間で言うと12時1時ぐらいで、車庫なんで風の影響とかは全くないんですけど、よく扉がバン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 と鳴ることがあるらしくて、でまあ先輩たちにその話をすると、あ、いつものやつな、だいたいこの時間になったらなんだよっていうぐらいで軽く流されちゃったんですね。で、まあある日食堂で先輩たちともいる中で、まあその時も12時1時ぐらいの時間帯ですね、窓ガラスがバン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 ってなるわけですよ。で、ああいつものねと、先輩とも、ああこれっすかみたいな、怖いっすねみたいな言ってたら、その音がなかなか鳴り止まないんですよ。ずーっとバン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 、さすがにしつけえな。って。ちょっとお前見てこいよ。って言ってカーテンをめくると、そこには血だらけの女の人が立ってたんですね。で、その人、よーく見ると、幽霊じゃなくて、本当の女の人だったんです。いやー、怖い！怖い！マジでビビるよね。声も、え？人じゃんみたいな。マジな人の方が、意外と怖いね。うん。ね、生きてる人の怖いかもね。それ結局は何だったの？血だらけの人って。まあその人結局なんか DV されてたみたいで、でそれを助けを求めに、うん、もうだんだんって来た感じなんです。来てたんだ、まあ、みたいだから、まあとりあえず病院に運んで、その後はまあね。いやー怖かった。
まあでも、ぶっちゃけ、このシュンズ TV 第5回、こんなまだまだですよ。これ第6回目、次の放送は、なんと、僕らで、カメラを持って、心霊スポットに行きます。次回、心霊スポット行きますよ。はい。では、また次回お会いしましょう。やめろ！